はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、鎌倉新仏教のラストということになるんですが、曹洞宗の道元ということになりますね。この道元さんが書いた 書物がこちらということです。正法元蔵、はい、こちら正法元蔵、まあ、なんかありがたいこと書いてるんでしょうけど、全然見たことないんでわかりません。はい、ということで、道元さん、まあ、正確には道元が言っていたことを弟子が確か編纂したものだったとは思うんですが、これが正法元蔵ということです。よろしいでしょうか。はい、ちょっとごめんなさい、仏教やりすぎて、ちょっと疲れてます。私宗教あんまり得意ではないんで、はい、よろしいでしょうか。宗教そのものが苦手なんでね。はい、それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。